はいどうも、セイです。今回もピープで続きを読みます。トニーと遊ぼう。ミツルくーん。え?いや、そら、ってないよね。うん。犬?やあ、僕、トニー。ぬいぐるみが喋った。何?新しいおもちゃ?まあ、そうなるわね、最初はね。よくできてるなぁ。俺の名前を呼ぶなんて。腕上げて動いてるし。ミツルくん。僕は、ロボットでもおもちゃでもないよ。じゃあ、なんだって言うんだ?君の友達さ。あ、友達なんやったらいいんちゃう。はは?面白いなってやめよう、うん。面白いな。そうかそうか。俺の友達か。うん。だからさ。殺し合いして遊ぼうよ。え?ルールは、そうだな。30分間、僕から逃げ切れたら、君の勝ち。僕が君にタッチできたら、このナイフで30回突き刺すってのはどう?もちろん、逃げ切れたら僕を30回突き出していいよ。いや、どういうこと?ミツルくん。君は、おバカさんなのか?おバカさんだったのか。なんだこの煽り方は。知らなかった。誰も理解できないだろう、こんな状況。夢でも見てるのか?ああ、そうそう。夢だよ、夢。それで理解できる?適当なってるね。絶対適当なってるね。なんだ夢か。夢かってなるか。で、なんでなんだって。いや、夢か現実かぐらい分かれ。うん。分かれ?さすがに。僕から30分間逃げ切れば、君の勝ち。そうか。君は足がめちゃくちゃ速いぞ。あ、僕ね、うん、君って言うで。乗り気じゃん。やっぱり君はおバカなんだね。僕、とっても楽しみだよ。人のことをバカって言ったやつがバカなんだぞ。はっはっは。やっはーな、うん。いやー正真正銘のおバカスターな、急にテンション上がったな。おバカさん、初めて見た。失礼なやつだな。じゃあ、準備はいいかい?スタートから10秒だけ待ってあげるね。お!よーい!スタート!てか、ミツル!お前一人で遊んでたんか、お前。公園で一人か、お前。かわいそうやな、ちょっと。ちょっと、二度してもだ。スタートと同時に、猛ダッシュで夜の公園を駆け抜けていく。ミツルは、小学校でマラソン大会1位の男だった。マラソン大会1位でもさ、短距離とか速くないとさ、あ、無理じゃない?あ、ゆえに、体力に自信があってもね、速くないと意味ないと思うな。30分ってのは辛いけど、負ける気がしねえな。はい、タッチ。いや、適当え?肩に何かが飛び乗った感覚に、顔を向けると、そこには、トニーが気味悪い笑い、笑みを浮かべていた。トニーは、一足飛びで、ミツルの肩に飛び立ったのだ。ミツルくんの、負けだね。やば、こいつ。トニーは、ナイフを背中に突き出した。そんな急に、うん、ミツルが、その場に崩れ落ちる。馬乗りになると、ナイフを振り上げた。そして、勢いよく下ろす。何度、それを繰り返した。あっひーやいいよミツルくん、ちょっと、返事やな、頭が。でも、ちゃんと逃げなきゃダメだよ。すぐに捕まっちゃって面白くないじゃん。
ミツルの背中が真っ赤に染まっていく。肉片があたりに飛び散り、血生臭さがトニーの鼻をついた。くそ、いやくそ、いやくそ、もうお前臭いわ、言いすぎ、いや言いすぎ、あーおしっこ漏らしてるじゃん、もうどんだけきったね、6年生にもなっておもらしかよ、あおみつるくんは夢見てるんだっけね、正面かママに送られちゃう、いやっはー、みつるは物言わぬ肉の塊となった。はい、約束30回終わり数えてないけど、次はもっと楽しめる遊びの方がいいな。翌日、良平くん、僕とに一緒に遊ぼうよ。え、どこにいるの。塾の帰り道、声だけか、なんやこれ、世に響いた。自分の名を呼ぶ声にあたりを見渡すが、どこにも姿が見当たらない。気のせいなわけないよな。トニーという名を知り合いなどいない。しかし相手は自分のことを知っている。良平は怪しいなり、帰路を急いだ。そらね、うん、良平くん、ここだよ。ひっ、また近くで声が聞こえた。良平は足を止める。振り向かえるが、やはり誰もいない。のぬいぐるみが寝そべってるだけだった。いや、寝そべってるんかい、そいつやで、うん、僕だよ。うわー、次の瞬間、犬のぬいぐるみが勢いよく起き上がった。驚いて良平を見て、トニーはキラキラと下品な笑い声を上げた。いいね、すごく愉快だよ、はあ、化け物、化け物、あ、化け物って言った、今化け物って言ったよね。カッチン、はい、カッチン、カッチンピッカー、ゴロゴロピー僕はただ仲良く遊びたいだけなのに、君も僕を化け物扱いするんだね。ああ、遊んであげようと思ったけどやめた。そしてトニーはにっこりと笑みを浮かべた。右上をもぎ取ってあげるね。え？トニーは持っていた手斧で両辺の右腕を切りつけ、骨を断つと両手で強く引きちった。いや、グロッ、ぶっちーで切れるかお前、ぶっちーんやろ、ぶっちーんやろ、キュー、腕ちぎれるのってすごい痛いよね。僕もちぎられたことあるんだ。あれはトラウマだな。もう二度とちぎられたくないね。あれ、すごい血だよ良平くん、どうしたの、誰にやれたの、助けてあげようか的な、早く直してあげなくちゃね。あ、で、針で、うん、うんちゃ。化け物、化け物、助けてー、そんなしゃべれるか、お前。昔さ、野良犬から助けてくれた太郎くんもさ、最初は優しくしてくれたんだ。たくさん可愛がってくれて、太郎くんはまだ出てきてないから、三人目の、あれかな、飼い主かな、この犬。僕に恋事まで、って言えない、これ。継従してくれたんだけどさ、可愛いプードちゃん、嬉しくてありがとうって言ったらさ、僕化け物扱いしたんだよね。血が止まらない、あー、だから直してあげるってば。ほら、これでもう大丈夫。あれ、死んじゃった。人間って、脆いなぁ。脆い化け物だ。あ、そうだ。
昨日の子にメッセージを送っておかなくちゃ。トニーはスマートフォンを操作し、メッセージを送った。ケンタ君から紹介を受けたよ。明日遊びに行くね。はい、ということで3話、次の話を続けてみます。怖い、くそ、なんで俺なんだよ。昨日公園でミツルが殺された。死因は刃物による刺殺。42箇所も支えていってたらしい。12オーバーですね。はい、昨日塾から帰宅中だった良平が殺された。腕を引きちぎられた後、やっぱりか、針と糸で乱雑に縫い合わされたことがあった、跡があったよね。そしてその謎の殺人鬼は次に俺のところに来るらしい。昨日届いたメッセージを見返しては恐怖が全身を駆け抜けた。友達が二人殺されている。間違いなく俺のとこにもやってくるだろう。そして俺を殺人鬼に撃ったのは健太だってことも分かっていた。あの野郎、いじめの仕返しでもするつもりかよ。あいつが雇った殺人鬼なのか。いじめやっとったやつの声には聞こえへんな。それともあいつ自身が二人を。ピロッピン。スマートフォンが着信し、俺の両肩は跳ね上がった。恐る恐るメッセージを開封する。家に着いたよ、トニーだよ。俺はスマートフォンを放り投げた。そして膝を抱えて目をつぶった。何もしない、何もなかったんだ。幻覚だ。二人が殺されてる恐怖で幻覚を見てるんだ。何にもない、何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 も。コンコン、窓ガラスをノックする音が聞こえた。思わず振り返ると、そこには犬のぬいぐるみが張り付いていて、気味の悪い笑みを浮かべていた。うわあ！俺はスマートフォンに飛びつくと、現代に電話をかけた。あれがあいつの仕業なのだとしたら、あいつに頼んで止めてもらうしかないと思った。プルルプルル。コール音がするが、一向に繋がらない。みたいな感じ。無視するなよな。ケンタ宅。ケンタは見事にスマートフォンを当てていて、涙を流していた。やめて。キャー、いた。ケンタに言われたんだろ。あいつは俺をバスって、これ罵ってくれるわからん。キャー、助け、ケンタ、お前俺のことを絶対に許さねえからな。ワンワン、いや適当。キャー、母言ってたやんけ。ケンタはショートが殺されるところを全て電話越しで聞いていた。やばこいつ、結構こいつサイコパスじゃん。母親の叫び声が聞こえたところで、気がつけば終話ボタンを押していた。3人とも俺が殺したも同然なんだ。俺が殺されるのがよっぽど怖かったばかりに、俺の代わりに犠牲になったんだ。俺の代わりにだから幸せに生きろよって。最高だ、トニー、最高だぞ。やばこいつ、俺をいじめられた奴らはもういない。こいつ
やりやがったのこいつ。これから枕を高くして寝られるんだ。けどまた遊ぼう言っとったからね。うん。翌日、ケンタは鼻歌まじりに学校へと登校した。クラスメイトたちは不安な表情で噂話をしていた。クラスメイトが3人も連日殺されれば当然と言える。登校してきた生徒も多かった。きっとしばらくの間学校も休みになるだろう。しかしケンタは知っていた。これ以上犠牲者が出ないこと。いやこれデルパティーンやね。うん、デルパティーンやと思うよ。だからこそケンタは悠々と登校してこられたんだ。今度はショート君だって。いやが血の海だったって聞いた。お父さんもお母さんもショックで重圧したって。やば、マジでやばくね。お父さんとお母さん罪はないだろ。ね、私たち全員殺されちゃうのかな。やめてよ。だってあの3人って不良だったじゃない。不良だったんだ。うん、中学生とかずっとつるんでたし、何かトラブルじゃない。そうなのかな。でもやっぱり怖いよ。ケンタはそんな臆測話を聞いて口元を何これ何やったっけ、わからん、忘れた。その日の夜、なんでだよ。ケンタはスマートフォンを睨みながら動揺していた。メッセージがいつ届いていたんだ。やあ久しぶり、トニーだよ。今は家の前にいるからちょっと殺し合いをしない。俺はちゃんと言われた通り3人紹介したじゃないか。助けて欲しかったら紹介しようって。なのになんで俺のところへ戻ってくるんだよ。また遊ぼうぜって言ったじゃないか。あんまりだ、早くできてこいよクソガキ。え？出てこないと家族全員と遊ぶよ。うわぁ、こいつ家族売るんじゃね。添付されていた画像は3人の無残な姿の死に顔だった。やばっ。そう脅されてケンタは震えながら家の外に出た。すぐそこにトニーがいた。さあ殺し合いをして遊びましょう。さあ終わりました。ということでどうでしたでしょうか。ちょっと最後なんやね、次が。はい、こっからどうなるのか、ケンタくんのね安命はどうなるのかという、安命じゃないね、命はね助かるのかという感じですけども、ちょっと僕そろそろこの実況をしててちょっと眠くなってしまいましてですね、はい、そうですね、早く終わりたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。バイバイ。